若林有子は TBS テレビのアナウンサー。大阪府出身。小学校の卒業時に家族でニューヨークへ移住したことに伴って現地の中学校と高校に通った。東日本大震災の発災時もニューヨークに住んでいたが、日本から報じられる震災関連のニュースに接したことがきっかけでアナウンサーを志すようになったという。 高校2年次から大阪での生活を再開したことを機に大阪府立茨城高等学校へ編入。卒業後に大阪市立大学小学部へ進学すると週刊朝日2016年9月9日号で表紙モデルを務めた。また第1回夢の種オーディションに合格したことを機に同社の関西部門へキャスターとして所属。ジアップスプラウトへの出演や毎日。 放送報道フロアでのアルバイトを経験しながら、テレビ朝日アスクでアナウンス技術の研鑽を積んでいた。大学卒業後の2019年4月1日付でアナウンサーとして TBS テレビに入社。2019年8月30日に TBS ラジオで放送された j n ス生活は踊るで、同期入社の近藤夏子、篠原里奈、渡辺俊と共に、 tbs での番組デビューを果たした。同年9月30日から good luck のアシスタントに抜擢。番組内の提示ニュースを単独で任されながら2021年3月26日の最終回まで1年半にわたって出演した。翌週からは月水曜日に早時のサブキャスター、日曜日に N スタのメインキャスターを担当。 報道、スポーツ関連の取材にも携わる一方で、早時が終了した翌日からは、中井正宏の金曜日のスマイルたちへで、スタジオ進行を始めている。ありがとうございます。